名護の町に映えるド派手な黄色の建物。およそ1000種類の商品が並ぶお菓子のデパート上間商事。地元ではおきこやの愛称で親しまれる駄菓子屋です。中に入ってみるとお菓子がずらーっと並んでいて、こちらには箱売りのお菓子が天井近くまで並んでいます。ついつい大人も子供心をくすぐられてしまうような店内になっています。はい、出ました。レアの森友哉選手のキラキラ当たりました。この店を60年以上切り盛りするのは店主の上間義光さん、御年83歳。どうもありがとうございました。ありがとうございます。レジの計算などは息子に任せるようになりましたが、今でも昼食を取る時間以外はずっと店に立っています。ありがとう。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。上間商事は復帰前の1959年にオープン。県外から到着したお菓子を那覇の問屋から買い入れ、いわゆる二次問屋として北部各地の100店舗以上にお菓子を卸していました。自分が始めた時に黄色いのに大きい子ビスケットキャンディーの代理店と書いた、学校からみんな大きい子や大きい子やつぶるんだ。そんなおきこやの原点を表すキーワードは99ドルでした。戦争マラリアにより6歳で両親を失った義満さん。20代に差し掛かろうとした頃、義満さんに転機が訪れます。駄菓子の卸売りが商売になると親戚から聞きつけ、お菓子の世界に飛び込んだのです。ブーバーに山があったんですよ。採石場が始まって、この山を99ドルで売って、これからの始まり。99ドルで自転車買ってお菓子仕入れて、翌日朝ハネジ、この時ハネジソン、ヤガジソンとかラキソン、オートバイで売ったりして、採石業者に山を売り手にした99ドルが開業資金となり、1959年8月上間商事をスタート。なんとその時の借入帳を孫の雄大さんが家の大掃除中に発見しました。どんな人見つけましたかって。貧しいっていう話だけは聞いたので、どういうふうにしてお店が始まったのかっていう、まあ、聞けるきっかけにもなってよかったかなと思います。世代を超えて地域から愛されるおきこや。こちらの女性は子供の頃に通ったおきこやに今では娘と通っています。学校が大宮市だったっていうのもあって近かったのでよく来てました。いつもおまけ来るの最後に、それが楽しみでみんな来ると思います。こちらの家族は1週間頑張ったご褒美に、おきこやで1人5個お菓子を選べるのがルールだそう。駄菓子屋さんが好きで行きたがるので、あんまりないので最近減ってきてるじゃないですか。駄菓子コンビニとかよりこっちの方がこういうなんかスーパーボールのくじとかもある。あ、いつもご注文ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これですよね。はいはいはい。これ何に使うんでしたっけ。これは辺野古青年会で明日隔離大会があるので。なるほど。の子供なんかに。こちらの女性はお菓子の詰め合わせを50セット注文。前は何度かというコロナでやっぱなくなっちゃったので久しぶりですね。頼みます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。この日は区の祭りで子ども会に配るお菓子80セットの注文など詰め合わせの注文が殺到しました。お母さんの時代はこれをすごい食べた。これ面白そうじゃん。お顔。那覇から買いに来たこちらの親子、子どもはもちろんですがお母さんが興味津々。すごい懐かしいのと、まあ、
あの新しいのと、なんか、はい、私の時代はもう本当に駄菓子屋さんで100円握りしめて買いに行くっていうのがもうステータスだったんで、まあ、今の子ってこう計算しながらとかが、はい、こういうとこに来ないとできないんで、すごい残ってほしいと思います。スーパーやコンビニの台頭など時代とともに何度も存続の危機が訪れましたが、吉光さんは人との付き合いを大事にするという信念で乗り越えてきました。仕事総合中必ずあのお世話ボブって言って やったから、これのおかげだと思ってる。人とのお付き合いはもう何よりもまたあれしてたから、この規模でね、残せるかは分からないけど、もうどんな形でも残していかんといけないなっていう責任感っていうか、あれはね、ありますね。名護で60年以上続く駄菓子屋を訪ねると、地域を愛し、地域に愛される温かい店主に出会いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、すごい、この吉光さん筆頭にあの温かい雰囲気があるからこそこれだけ長く続けられるんでしょうね。はい、うん、そしてこの上間商事通称おきこやにその時々の売れ筋のお菓子を聞いてみました、はい、するとこの時代の移り変わりがよくわかるんですよね。まずこの創業当時1960年頃は北部で製糖業が盛り上がりを見せていた頃で、まあ、十字茶三字茶用にタナファンクルや飴玉が特に売れたそうです、はい、で本土復帰前後で見ますとこちら復帰前には輸入菓子が流行したのに対して復帰後はどんどん本土のメーカーのお菓子が入ってきてそちらが主流となっていきます、はい、そして1980年頃はこちら箱菓子系が大ヒットします。そして2000年頃になりますと VTR の中でも楽しみにしている男の子いましたよね。くじおまけ付きのお菓子です。ビックリマンチョコなんかが代表的ではありますが、はいはいはい、お二人このあたりが世代かなと思いますがいかがですか。そうですよ、ありましたね。あのスーパーボールをこうバッて出してあったね、出てきてたよね。いっぱい写真が入っててその中から1個選んであったね、お目当てのやつかとか。そうね、やってました。私カリカリ梅とかスコンブとかちょっと渋い感じのものよく食べてた気がしますけど渋いですね、おつまみみたいなのかったかもしれません。 そして2020年頃から現在ですねは某有名歌手がミュージックビデオで食べたココアシガレット、人気 TikToker が食べたミックスゼリーなど、一時は売れ行きが低迷していたものが SNS の力を借りて再ブレイクする現象が多発しているそうです。やっぱ駄菓子って見た目が華やかなので映えますもんね、うん、そうね、色も綺麗だしね、うん、はい、そうなんですね、うん、で皆さんもぜひ名護のおきこやで、まあ、懐かしいお菓子新しいお菓子探してみてください。以上わがまちリンク41でした。